久保さん。いや、本能のままいいんじゃないですか本能のままに本能しと変態 <laughs>。まあ、変態ですね。変態でいいんじゃないですか、久保さん。僕と久保さん変態ですよ。うん、もう変態あ、あの、すみません、変態なんだよ、みたいな <laughs>。それでいいんじゃないですかね <laughs>。なんか努力とし、なんか、なんか、なんかいろんな言葉ありますけど、いや、変態なんで気にしないでください、みたいな <laughs>。 まあ、もし、この変態の言ってる言葉に何か、あの、感じるところがあるんだったら、まあ、感じてください、みたいな。少なくても、あなたと僕は違います。僕は変態です。あなたは自分のこと変態って言えますか自分のことを変態と言えないんだったら、ま、あ違いますね、と。<laughs> まあ多くの人は自分のことが、せ、せいせいぞぞぞ多分変態って言えないと思うんで。うん <laughs>、まあ。吉谷拓郎は変態っていうタイトルにしときましょうか。ね <laughs>。 僕は自分の言葉をいくらでも自分でディスれるので、そう。自分の名前をどう使おうが自分の自由っていうね、<laughs> まさに本能のままですよね。みんな肩書きだとか、なんかそういうのを気にしますけど、僕の究極のマインドセットは、全員死ぬと。終了です。<laughs> もう終了。うん。全員死ぬと。だから、なんだろうな、どう生きたいっていう考え方ももちろんあるんだけども、どっちにしろ死ぬよね、と。どっちにしろ死ぬし、 指さしたやつも死ぬし、う、えーん、なんだ、あのー、悪口言ったやつも死ぬし、悪口言われたやつも死ぬし、えー、全員死ぬと。<laughs> だから全部無になると。じゃあ、結局無になることは分かりきってるわけだから、無になるために何を残したいのかと。それだけですよね <laughs>。 そっちの方が僕は前に向かって頑張るというよりかはどうせみんな死ぬんだから無になる前に何を自分は残したいのかっていうところでやった方がなんか自由に生きられるんじゃないかなと思うんですよね。うん。だからもうそれがね、一般的な言葉で表すならば死ぬ前にどうしたいのかっていう言葉でもあるんですけど後悔のない生き方とかね。うん。でももう確定させちゃうってことが大事かな。死を確定させるっていう。 死ぬ前に後悔っていうのは死んでないんですよ。僕の場合はもう死んだことを想定してるんですよ。確定済みなんですよ。だからここが大きな違いで、他の人の考え方と。死ぬ前に後悔したいとかね、あのなんかもう死んでない、なんかぬるま湯な言葉で死にますみたいな。死ぬ、死は確定と。みんな死ぬと。もう死ぬ、終了。死ぬんだと。じゃあどうするっていう。 そっちの方が僕は、なんかガツッ、がっつり入ってきますね。まあ、あとはやっぱ、その、うーん、まあ、久保さんも言ってもらいましたけども、やっぱね、あの、これぐらいの負荷を耐えられないようじゃ、やっぱ、やっていけねえだろうなっていう。だから僕、今、車のローンが GTR 終わりましたけど、2つまたローンね、600万か。600万ぐらいまだローンあるんですよ。ね <laughs> 400万、200万で。でも、それ、月々に換算すると、3万と3万で、6万ぐらいか。じゃあこれ、6万ね、うん、返せないって、起業して6万も返せないって、それ,それはやっていけねえだろうと。っていう考え方で、僕は、あの、ローン組みましたけど、まあ、組めたから組んだっていうのもありますけど、どうですかね、普通に考えても、起業してプラス6万も、あの、プラスアルファできないっていうことだったら、 多分一生やっていけないと思うんですよ。プラス6万も作れない、作れる力がないってことは。うーん。なんかその、これぐらいできないのに、あの、生きていけねえぞってよ。うん。これがね、まあ、プラス100万とかだったら無理ですよ、僕も。許容範囲超えるので。毎月プラス100万のローン、借金返済。やっぱ、その昔やりましたけど、昔やりましたけど、もうやりたくないですね。いや、毎月100万返済はね、結構しんどいですよ。 これはしんどい。やっぱね、バックエンドガンガン売ってかないといけないので <laughs>、結構パワー使うんでもう毎月100万返済はやりたくないですね。うん、ただし6万ぐらいの返済であるならば、まあ、もっと厳密に言うとパソコンのローもあるので、プラスパソコンのローも2、3万ですか,だから ?10 万ぐらい <laughs> ありますけど <laughs>。まあ10万ですよ。それぐらい頑張ろうぜって話なんで。うん まあ GTR なくなったんでね。だから GTR の、GTR が6万円ぐらいだったんですね。毎月5万、5万8千か6千ぐらいの返済だったんですけど、それ9年か。で、それが終わったっていうのもありますよね。だからやっぱそれは自分の中で考えて許容範囲ですよね。余剰資金ではないけど、自分の余剰心理みたいな、余剰精神みたいな。これぐらいはいけるだろうという余剰の中でしっかり考えてローンは組みますけど。うん。 でもなんかね、みんなそれもなんか、後先考えずやってる人も多いかなとは思いますけどね。自分の余剰、パワー、どこにあんのかっていう。うん。まあ、いろいろ申し上げましたけど、まあ、変態なんで、あの、変態です。はい。いってらっしゃい。